おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回も注目の新作でいろいろ動きがあるので、そちらを中心に確認していこう。私もそれなりにご報告できることがいくつかあるわ。それにゲーマーとして考えさせられる出来事も直近であったわね。地震の避難の際に、短パン一丁で PS5 本体を守った男性が注目されているわね。9月9日にモロッコで発生した地震でのものだな。私も地震が発生したら、まずはこうするかもしれん。いや、一番はパソコンかな。そこを脳内でシミュレーションするのは結構だが、まず天災の際に第一に守るのは命だということは大前提にしておこう。このゲーマー愛あふれる男性を批判するつもりは毛頭ないが、靴も履いてなかったようだからな。地震の際の避難とすると結構危ない。まずはゲームを楽しむなら、当たり前だけど命や体が一番大事ではあるな。とはいえ、任天堂スイッチ本体は枕元に置いておくかな。需要はないかもしれんが、ゲーマーの防災事情ってのもどっかで考えないとかもだな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。さて、それでハマズフロムの新作であるアーマードコア6のお話。私も34時間ほどでストーリーはクリアしました。まだ周回要素もあるので、まだまだ楽しめるわけだが、アクションが苦手な霊夢だし、序盤のつまり量を見ていると、結構早めにクリアできたな、って印象だな。私のプレイスキルもそれなりに上がっているし、ストーリーが進むにつれて、パーツも増えて取れる選択肢も増えたからね。本作はそういう部分もあるだろうな。ぶっ壊れ武装にもお世話になりましたよ。そして、9月11日にアップデートが来ており、不具合の修正や改善とともに、一部武装の調整やボスの強さが調整されている。それは気になるわね。少し序盤のネタバレも入るので、気になる人は気をつけてほしい。まず武装については、やや不遇な性能となっていた実弾属性のライフルやマシンガン系に、多くの強化が施されている。いろんな武装が使いやすくなるというのはありがたい話ね。今回は武器パーツは情報修正のみとなる。マルチプレイ対戦もあるとはいえ、基本はオフラインでのゲームとなるので、さらに遊びやすくはなるだろう。さらにボスとして非常に強かったバルテウス、シースパイダー、アイビスが弱体化されている。マジか。アプデ後に挑んでみたけど、ゴリ押ししてしまうとわかりにくいわね。序盤の最大の壁だったバルテウスについては、大量のミサイルの追尾性能に悩まされていた人も多いだろうが、今回の調整でかなり回避しやすくなっている。あの弾幕の恐ろしさがバルテウスの代名詞であったけどね。シースパイダーについては、強力な攻撃となる爪攻撃の頻度が減ったようにも感じるな。アイビスについても、偏差射撃の追尾性が低下しており攻撃は避けやすくなっている。あれはもう避けられんかったから、もう諦めて高火力でゴリ押ししてたな。大体ゴリ押しやないか。しょうがないでしょ。後にスタイリッシュなクリアもしっかりと目指すわよ。今回のアプデに伴い、公式ページにゲームシステムに関するティップスも載っている。こちらのリンクは概要欄に貼っております。総じて遊びやすい調整とはなっているな。弱体化を朗報とする人も多いだろうけど、元の難易度を愛していた層もいるでしょうね。難易度調整自体は万人が納得するレベルというのは難しいだろうな。今後、さらなる闘争を求める人用に DLC などもあってもいいかもしれんな。お次は FF エバークライシスのお話。スマホ向けの基本無料のファイナルファンタジー7サーガね。プレイしてみたけど、7のストーリーを追いかけるだけでも楽しい。映像のクオリティもいいわね。これが基本無料で遊べるなら全然ありだと思います。育成関連などはまだあんまり理解が追いついてないけど、普通にストーリーを追っていくだけなら、そこまで気にしなくていいわね。ストーリー進行にはスタミナもいらないしな。ガチャは無料配布分の石で回したけど、最高レアの星5の武器も結構出た。ガチャ確率 7.5% のようだな。とはいえ、限界突破を目指すならそれなりのガチャ回数が必要になるがな。ガチャは沼ると厳しそうね。ピックアップ装備の天井機能もあるが、ご利用は計画的に。だな。ティファの水着衣装は欲しい人も多いだろうな。イベントやマルチプレイ要素もあるし、FF7 シリーズファンの皆様にはおすすめです。と言っても注意点もあるわね。ゲーム全体のクオリティもあり、スマホのスペックが必要になるわね。私のスマホだと画質の省エネ設定でも結構厳しかった。推奨スペックだと、iOS 版だと iPhone11 以上の環境となるからな。
そのあたりでプレイヤー数がどうなるかね。今後の舵取りや売り上げなども気になるところではあるな。何度も言っているけど、早期の差収は勘弁。出来は悪くないから、末長いコンテンツであってほしいところね。基本無料ではあるから、気になる人はチェックしてほしいな。お次もスマホゲームの話なんだが、オートマトンの記事を引用するが、マリオカートツアーの新規コンテンツの追加が終了するとのことだ。今後もサービスは過去のイベント復刻などで継続していくようだけど、これはさすがに差収に向けての準備となると思うわね。新規コンテンツなしで今後運営がずっと続くとは考えにくいな。10月4日以降よりのこととなるな。本作、マリオカートツアーで新登場したコースについては、マリオカート8デラックスのコース追加パスに収録されている。その石はすでに引き継がれて入るか。あくまで推測だが、こういう告知をすることで、ゆっくりと店じまいすることでユーザーに納得していただくということかもしれないな。いきなり差収するよりは誠意はあるわな。どのゲームとは言わんけど、差収告知前にガチャ乱発した作品だって多くあった。まあ、今後の行く末も見守っていこう。任天堂の思惑いかに。ってところね。その任天堂の直近の気になる思惑としては任題となるな。今週あるかもなお話はしたわね。あくまで妄想の域だけど。前にお伝えした情報には訂正があったのでちゃんとしておこう。以前に芸人の野田クリスタル氏が14日におそらく自身がプロデュースする野田ゲーの新情報があるとしていたが、多くの人から任題じゃね、との推測が広がったこともあるのか。野田氏より盛り上がっているところ申し訳ないとして、オールナイト日本ゼロでの発表とのことだ。オールナイト日本でサプライズ発表しようと思っていたけど、外野がかなりざわざわしてしまって先に告知しないといけないという状況となったのね。我々もざわざわした一員ではあるな。自信満々に推測してたのはマリサやけどな。とはいえ、バカゲーとしては振り切っている野田ゲーの新作情報は気になるところですよ。ここはオールナイト日本ゼロに注目しておこう。それに私としては来週と予想としている任題開催の可能性はまだあるしな。外れそうなフラグをわざわざ立ててくるな。東京ゲームショーも近いし、アンテナはいつも以上に張っておこう。そして、PS の8月のダウンロードランキングも来とるぞ。ほうほう。PS5、4ともに1位はアーマードコア6となるな。PS5 では、セール効果もあったのかグラセフ5が2位となっている。そして、レムナント2やファイナルファンタジー6ティーンと続くな。グラセフがどれほど売れたかが気になるな。セールがあったにせよ、そこまで爆売れするタイトルではないと思う。PS のダウンロード市場の大きさはいかに。ってところだな。まあ、そこは想像の域を超えないがな。PS4 だとやっぱり根強いマイクラの存在があるな。今後の新作でどれほどランキングが動くかね。具体的な数字は見えんが、盛り上がってほしいところではあるな。盛り上がりというところでは、スターフィールドの売り上げもそうだな。Steam の売り上げでは現在1位。ゲーパスでも遊べると考えると驚異的か、9680円払って遊んでいる人も多いということやな。正確な売り上げはおそらく公式より発表がないだろうというのは、フォーブスの記事にもあるが、ゲーパスでのプレイヤーも多いことからプレイヤー数の発表となっている。現状600万人という発表になっているわね。ここよりゲーパスの価値が上がっていくかだな。何せオフラインゲームだが、やり込める要素は山のようにあるからな。やりたいことが多すぎて全然進んでないわ。DLC の予定もあるようだし、今後も息の長いコンテンツとなるだろう。壮大すぎて人は選ぶ作品だとは思うけどね。これが初のベセスダゲームです。って人はそれなりの予備知識あってもいいと思う。霊夢は何気なく人様のものパクってしょっちゅう捕まっとるな。目の前にあるアイテムは取るものって意識が染みついてしまっているのよね。貧乏症もこのゲームの進行を妨げているな。まあ、ぼちぼちやるわよ。最後に、鬼滅の刃の新作ゲームがアニプレックスより登場予定なので確認しておこう。ほう、鬼滅の新作とな。任天堂スイッチ向けのパーティーボードゲームだな。マリオパーティっぽさが一切隠れてないわね。あくまで個人的見解だけどさ。これを出すなら、劇場版が大盛り上がりしているタイミングだろうし。単純に鬼滅でやるジャンルじゃなくね。まあ、そういう意見もあろう。いろんな版権ゲームが出るというのは、楽しいところもあるけど。鬼滅の刃の世界観を生かしたアクションや戦略シミュレーションなんかも期待したいところ。アニメの方は完結していないって部分でまだ制約とかありそうだな。
今後そちらの進行や新しい劇場アニメもあるかもだし、ゲームでも他にも展開があるかもしれんな。いいか悪いかは別にして、昔はアニメ完結前からバンバンゲーム化とかしてたな。セイントセイヤ黄金伝説なんてラスボスはまだ公開になってないから、読者公募によるゲームオリキャラという力技。古い話するな。まあ、そういう無茶が通る時代でもなさそうだしな。事情はよくわかるけど、時折昔の少年ジャンプ的な勢いでなんとかしようとするあの感覚が恋しい。そこは共感してもらえる人が多ければ、それなりに問題提起したいやつだな。共感されんでもやろうぜ。そこはぼちぼち考えよう。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今後ともよろしくなんだぜ。